島田正義は、日本の教育者、政治家。兵庫県神崎郡福崎町長。兵庫県町村会理事。全国小さくても輝く、自治体フォーラム呼びかけ人。福崎町出身。神戸大学教育学部卒業後、郷里の中学校での15年間に及ぶ、教員生活を経て、福崎町議会議員に転じる。町議は5期20年にわたり務めた。 1995年12月3日投開票の町長選挙に無所属で立候補、現職の松岡忠康を破り初当選を果たす。当時、共産党籍を持つ市長は、山田健造兵庫県南高町長、関口総六新潟県三和村長に次いで三人目となった。山田町長が、左用町新設に伴う2005年の同町長選挙で落選して以来、 兵庫県内では唯一の共産党委員市長であったが、2010年10月30日投開票の上郡町長選挙で初当選した工藤隆が県内二人目の同党委員市長に就く。なお、島田は同じ兵庫県の共産党委員市長として工藤の応援に駆けつけている。1996年の総選挙に兵庫12区から出馬予定であったが、 町長選出馬のため自体町の名産品である、もち麦の加工食品を製造、販売する第三セクター、もち麦食品センターが、全町長時代の1990年6月11日、設立。しかし、経営悪化や3億7千万円に上る、首都不明金が発覚したことにより、2000年10月27日を、もって町長自らが代表取締役につく。 商品開発やトップセールスが走行し、就任3年目にして初の黒字を形状するに至る。2005年4月1日、下水処理場である福崎浄化センターが創業を開始。公共下水道としては当時全国で初めて膜分離活性を例法を利用しており、各方面で大きな注目を集めた。膜処理法の採用は、 2001年国土交通省が同法を認可したのを受け、町長自らが従来の処理方式に基づく計画から変更したことで実現したものである。なお、同センター建設に当たり土地を確保していたが、幕処理法採用に伴い従来式の半分の面積で済んだため、センターに隣接する形で、調律図書館を新設。町では2010年度以降、 中学卒業までの医療費窓口負担無料化を実施。国は町に対し、年間1250万円にも上る国庫負担金の減額を行っているものの、医療費無料化の動きは、立野、愛おい、思想の西張間4市などにも広がっている。ありがとうございます。